チャオ、あっちゃんです。2017年第6回6月のあっちゃんに質問コーナー第13弾4弾ちょっと待って13弾はいのお答えしていきたいと思います。ピーちゃんピーコさんのところからいきたいと思います。はい、では質問消えちゃってて誤解してごめんね。大丈夫です。分かってくれたらいいです。ありがとうね。はい。あっちゃんに質問です。はい。お子さんたちも思春期に突入しましたね。はい。そうですね。はい。りょうくんはイケメンなので、彼女がいつできてもおかしくないと思います。ちなみに、子供ちゃんたちに性教育とかしてますか？なかなか難しい問題だと思います。それと、息子ちゃんたちに彼女ができたら嫉妬とかしちゃいますか？仲良し親子なので気になります。ありがとうございます。性教育はね、バッつりしてます。うん。もう、そこまで言うんかいっていうぐらい言ってます。うん。これね、前もね、質問で答えてんけども、性教育ってどうやったら子供が生まれんのから、で、子供を産むことによってどんなリスクがあるのか、子供を産んだらどんだけの責任があるのかっていうことも全て、で、どういうことをしたらどうやって子供ができるのか、どうやったらどっからどういうふうに生まれてくるのか、うん。全て教えてます。うん。あっちゃんは、ね、みきちゃんの、出産に立ち会った。で、子供と、ね、2人の子供の出産にも立ち会ってるから、2人ともの生まれてくるところから知ってるんだよっていう話からね、全て話してます。はい。そんな感じでね、そこもね、生々しすぎるけども、生々しいことを、ちょっと冗談を交えながらね、いろいろ話してます。これ、あっちゃん流のね、性教育っていうね、動画を作ろうと思ってんねん。ずっとやろうと思っててんけど、あんまりにも生々しいしね、で、なんていうのかな、YouTube、まあね、18禁にしたら、いろんな生々しい動画もね、OK になんねんけども、かっちって18禁にしてしもたらね、あかんと思うねん。こういうのって、こういうのこそ子供に見てもらいたいと思うからね、子供に向けた生々しい本当の性教育講座っていうのをやりたいなと思ってんねんけど、またその時にね、詳しくお話しします。うん。でないとね、世の中間違ったせいでね、間違った性教育とか、やっぱりね、オブラートに包みすぎてね、伝わりきってない。だから、快楽だけに走る子供、大人っていうのがいているってあっちゃん思うね。だからその人らが犯罪を犯したり、犯罪とまでいかへんでもね、人生失敗したりとかもしている。だからそこのとこね、もっと、そういうところこそ慎重になってもらいたいからね、生々しいかもわからへんけど、ズバッといく性教育やりたいと思います。この前質問でね、答える時もね、やっぱこっぱずかしくなってね、途中でこう濁したりもするんだけども、それもなしで、もうブラートどころか、もうブラートに包まない、サランラップにも包まない、もうね、生の性教育でちょっと言い方おかしいけども、やらしいけどもね、そういうね、親からなかなか伝えに行くから、あっチャンネル見とけって言って。言えるような、性教育動画を作りたいと思ってるから、そこでまたね、詳しくやります。またよかったら見てください。いつになるかわからへんけどね、ちょっとやりたいと思います。はい。もし息子ちゃんたちに彼女ができたら、嫉妬はせえへんと思う。うん、ただ、逆に言ったら嫉妬じゃなく、彼女と仲良くなるかもわからへん。で、変な見ちゃうよ。母親、娘っていう関係になりたいねん。だから、ね、息子置いといて、息子嫁と一緒にお買い物行ったりとか、ランチ行ったりとか。うん。だから、自分のお母ちゃん。ね。その言ったら彼女ちゃんのお母ちゃん。になりたい。の、ぐらいの勢いでやりたいな、ばあちゃん持ってね。ね。っていうことでね、ちょっとね、タイマーすんの忘れた。ごめん。今何分 ?4 分ぐらい。あ、タイマー28分。28分にセットする、はい、だからね、嫉妬とかよりも歓迎、大歓迎してあげたい。やっぱりね、みきちゃんもそうやって、うちにね、みきちゃん嫁いできた時はやっぱ歓迎されてきたけども、うちの家族じゃなく周りの人たちからもやっぱりね、遠いところから来たとか、出会い方がね、まあ、ちょっと微妙やったんでね、そんなんもあって偏見で見られて、ある程度やっぱり陰口叩かれたり嫌なこと言われた時もあった。うん、でやっぱりうちの家族も分かってくれへんな時期もあった。だからやっぱりそういうふうにね、
言ってみたらね、全くの他人の家族に嫁いできてね、周りはみんな知らない人とまで言わへんけども、周りはみんな血のつながってない人で、ね、やっぱり生まれも育ちも違ったら風習も習慣も違う、うん、だから、ね、うちの家族には会わへんことするかもわからへんかっちゅって、それをひどく言ってあげたり強制してあげるのはかわいそうやと思うね。だからあっちゃんは優しく優しくね、迎えてあげたい、うん、やっぱり彼女として来るあっちゃん重いかもわからんよ考え方でも、彼女としてね、うちの子供が見染めた限りね、その子がやっぱり嫁いでくるっていうところまで見据えて、嫁いできたら一生ね、うちで、いてくれる、うん、だから言ったら、逆に言ったらその子の名前を捨ててでもあっちゃん家の名前、中村の姓を継いでくれて、うちで骨埋めてくれるって考えたらね、たかだかね、まあ、20年30年、ね、そこの家族と生きてきたと考えたら、たかだか言ったら言い方悪いけど、うちでいる方が長いと思うね。もしね、80歳まで生きたら、ね、20歳で嫁いできて80歳まで生きたら、60年間うちで、うちの、ね、家族になるわけやん。20年間育ててくれたかもわからんけど、うちでいる時間が長いわけやんか。だからそう思ったら、うん、うちの色に染まるとかどうのこうのって厳しくするんじゃなく、やっぱりね、自分とこの家族、逆に言ったら血はつながりはないかもわからへんけど、逆にそれ以上のつながりっていう心のつながり持ちたいから、あっちゃんは、彼女ができた嫉妬とかじゃなく、もっともっとその彼女ちゃんとも仲良くなっていいお母ちゃんになってあげたい、うん、でもちろんね、お父ちゃんがいてないから、うちはね、お父ちゃんがいてないのかお母ちゃんがいてないのかだけど、お父ちゃん兼お母ちゃんおばちゃんがするわけやんか。だからやっぱりね、男の目と女の目っていうのは違うんよね。その嫁を受け入れる時の見方っていうの、そこのところも両方できると思うし、だからね、まあ、シュートとか小シュートみたいにガチャガチャガチャで言うのは絶対あかんと思うね。あれで、うん、いいことって何もないと思うよ、あちゃんは。だからね、あっちゃんはその人の悪いところを見るの嫌いで、人の悪いところっていうのは、うん、自分が気づいて直しゃいい。でもいいところを見てあげて、いいところを伸ばしてあげたら、悪いところって自然と消えるって思うタイプやから、だからね、もし彼女ちゃんがね、うちの家風に合わへんとか、なんか言ってることと違うと思ったら、そこを叩くんじゃなく、じゃあそれじゃあ、もうちょっといいところ、そこがいいところがあるんやったら、それを伸ばしてあげたいと思うからね。だから嫉妬とかはせえへんと思います。はい。だからあっちゃん、嫉妬っていう感情ないのよ、あんまり。だから人に羨ましいとか、人のことはすごいな、いいなと思うから、いいなと思うやんか。だからそれ称賛するけども、嫉妬してなんだかんだって一切ないのよ。だから、なんとも思わへんと思う。で、まあ、りょうとかひかるのことはね、別に恋人やとか、として見てないしね。だから嫉妬とかもないから大丈夫やと思います。ありがとうね。すみません。まあ、ピーちゃんピーコさんもね、子供ちゃんがいてるかできたらまたどういう感情になるかなけど、あんまりね、そういう嫉妬したりとか姑になるとね、かわいそうです。子供も奥さんも。だからね、広い気持ちで見てあげてくださいね。はい。次、山ちゃん。あっちゃん、こんにちは。こんにちは。チャオです。担当直人に聞きます。あっちゃんはかまってちゃんですよね。かもわかんないね。はい。あっちゃんやっぱ孤独が嫌いやから、かまってもらいたいね。で、あんまりかまわれすぎると、うざくなったりもするけどもね。かまってほしいタイプです。はい。もちろんです。はい。まあ人間、かまってちゃん方が多いと思うんだけどね。かまってほしくない人より、無視されてね、孤独でいるより、かまってもらえて楽しんでる方が絶対楽しいからね、人間で。はい。次行きましょう。ちょっと待ってね。鼻が詰まってきました。やったらあかんねんけどね、これあんまり。はるな T さん、お掃除片付け動画はしませんか？みたいな。お掃除を片付け動画ね、どうやろうね。あっちゃんね、一生懸命頑張ってんの人に見せるの嫌いやから、はい、お片付けしまーすっていうのもね、言わんとね、あ、マネジャー君のとこもあるけどね、もううち片付ける気もないし、いらんねん言うて、サクッと片付けて綺麗になったら動画あげるとか、そういうことをするタイプかもわからへんから、もしかしたらそういうサクセスっていうかね、その間のストーリー動画っていうのは作らへんと思うよ。わからへん。気が向いたら撮るかもわからへんし、逆に言ったらマネジャー君やから、汚いとこ、今もし部屋が、まあまあ汚いね。今まあ、6割汚いとしたら、もっとね、もうチリって言ったらおかしいけど、ゴミ箱の中にバーって仕上げて、
こんな汚いんだよっていうのを見せてからね、ちょっとあの持ってから作るとか、そういうことするかもわからないって言ってしもたらあかんけどね。だからね、笑わせる動画を撮りたいから、うん、なんか、わからん。もしかしたらするかもわからへんし、あんまりみんなが期待ばっかりしてたら、しないかもわからない。まあ、その時にならないとわからへんけど、それで今のところはね、お片付け動画は作る予定はないです。はい。はい。ごめんね、夏子さん。ちょっと待って。はい、夏子さん、なんで食べるときくちゃくちゃさせるんですか、気をつけようと思わないんですか、教えてください。はい、答えしましょう。食べるときね、あのマイクを使ってんねんね、このソニーの高感度スタンドマイク、これがすっごいね破裂音、あのピチャピチャパッピチャピチャ音を拾うの。だからこれを、動画作るときに、ピチャピチャプチョプチョ音は高音域で、声のこもりは低音域で、あっちゃんの声は結構ねこもって入んの。これで実際聞いてたそうでもないねんけど、うち子供が編集してんだけど、編集でやると、編集ソフトで入れてパソコンで見ると、うちのスピーカーが悪いんかからんけど、かなりこもって聞こえんの。だから声が聞きづらいねんね。で一生懸命、まあ、滑舌悪いんじゃん、あっちゃんね。だから滑舌よく喋ろうとはしてんねんけども、滑舌よく喋るとどうしてもねこう破裂音パピッペッのねが出んのよ。で出んねんけども、それをまたよく拾うの、このマイクね。だからよく拾うし、でそれで高音域落とすとまたね声がこもっちゃう。だから高音域を目立たすようにして低音域落としてんねんね、編集 でそうなると、くちゃくちゃ音ものすごい拾うんよ。でテレビではくちゃくちゃ音あんまりせえへんでしょ。あれってね、あの高感度マイクを使うねんけども、高感度マイクの前にね、その破裂音を落とすのに、なんかここにフィルター、声優さんの動画とか見たらマイクのとこにこんな丸っこいね紙みたいなね、やつつけて、紙じゃないねんけども、あのフィルターみたいなつけて、そういう破裂音を消したり、でさらにまだもっとうちのじゃない、もっとすごいね、あの音声エフェクターみたいなの使ってそういうの全部消していくね、ミキサーが、うん、そうやって編集されてるから、そんな入らへん。で他の YouTuber さんはやってるのは携帯電話で撮ったりとか、普通にハンディカムの、内蔵マイクで撮ったりするけど、ハンディカムの内蔵マイクで撮ってもいいねん。ただやっぱりね、音声レベルが低いから、あえてね音声をリアルの時にこれ使ってんねんけど、もうちょっといいマイク買った方がいいか分からんねんけど、マイクもねピンキリで高いのよ、うん、だからねある程度ね、ライブやってる人ででっかいマイク使ってる人見たことないかな、ライブとか音声喋り動画撮ってる人、ああいうのを使うとかなり軽減されるみたい。であっちゃんももともとこのアフロなかったね、こんなんやってんけど、これさらに入るからアフロつけて、これ風切り音とかなんだけど止まらへんから、これでも治らへんかっていうのがある程度対策しとんだけどね、なかなかそうなん。だから気ぃつけてね、多分ね、なっこさんも食べる時に気ぃつける気ぃつけへんとかじゃなくね、このマイクを使って食べるとね、ペチャペチャ音出てると思う。まあくちゃくちゃペチャペチャ音このマイク使って出えへん人はいてない、うん、それぐらいね高感度に拾っちゃうのよ、うん、だからね、あっちゃんのかなり強調されてるけど、このマイクのせいです。うん、それを教えてもらった電気屋さんに、はい、このマイク拾うよって言って、うん、そうなんです、うん、知らんかったからね、Amazon で買ったんよ、そういうことです。うん、はい、次、高山もみじさんのところ、うん、からいきましょう。あっちゃん、あっちゃおー、ちゃおー、いつもかけながら応援させてもらってます。ありがとうございます。こんなこと聞くのもどうかと思うんだけど、はい、あっちゃんは暗闇機関さんと会ったことがあるの？この前、この前、公園でランチ食べてる動画の時に、誰かのコメント欄で、暗闇さんが撮影してるみたいなことを書いてたので、少し気になっちゃった。はい、暗闇さんはあっちゃん、正直言いましょう。会ったことないです。電話でお話したことがあります。はい、電話とあとメールのやり取りはやったことあります。はい、で、暗闇さんは会ったことないです。顔も知りません。はい、どんな方かも知りません。うん、で公園でランチ食べてる時に撮ったのは、視聴者さんです。あの時ね、2人来てくれて、3人でね公園ランチしてて動画撮ってくれててね。でその後、風がすごくなって。ランチを切り上げたの、まあもっとねいろいろ撮ってくれたりするって おしゃべりとかする予定やってんけどもね、あまりにも風がひどかったから、別のところに移動して、でそこのところでも撮影許可降りてんけども、
あんまりにもね、放送するに大変内容っていうか、人の悪口とかそんなんじゃなく、いろいろね、あっちゃんの言えへん情報、プライバシーのこととかいろいろ話してたし、もう動画も撮る気もなかったしね、あっちゃんちょっとね、いろいろあって、その人たちといろいろ話してたけどもね、そんな感じであっちゃんリアルで会った人にはね、あっちゃんの言うことといろいろ話もしたりもすんねんけどもね、そんな感じやったんでね、暗闇さんではありません。はい。これははっきり言っときます。ね、一回お会いしたいなとは思ってんねんけどね。なかなかね、リアルで会うことってないんで。です。はい。はい。次です。RCA73603、ついでに質問しとこう。はい。なぜ関西人やのに、無理に関東弁で喋らはるんですか。なんでなんでしょう。わからへん。やっぱりところどころ関西弁は出んねんけど、やっぱりね、多分これ、昔からこんな喋り方やねんね。高校時代はバリバリ関西弁でした、正直。で、高校出て仕事をしだして、お客さんと対話していく上で、お客さんってある程度関西弁やねんけど、ある程度標準語で喋ってくれはんねんね。で、その人にやっぱりあっちゃんなりにやっぱり敬語を使っていくって、関西人、全般的にあっちゃんは言えると思うんだけど、関西人の敬語って結構間違えてて、なんかね、こう標準語っぽい喋り方したら敬語かなみたいな喋り方する人が多いねんね。まあ、それにあっちゃんも馴染んでるという。まあ、そんな感じで喋ってて、で、特にレースやりだしてから、レースがね、22、23、もうちょっとぐらいから全国遠征したりしてたから、いろんな全国行ってた、いろんなとこの言葉が混ざっちゃうねんね。で、特にみきちゃんと結婚してからは、みきちゃんの言葉が結構混じってきて、みきちゃんってどっちかって言ったら標準語に近い福島弁だから、あんまり福島弁バリバリ出してないねんね。だからそういうのもあって、言葉はなんかね、関西弁じゃなくなってきたりしてます。な感じで、だから、なんとかしちゃってって、これ昔から言うね、確かに。で、部分的に関東弁が入ってる、確かにそうかもからへん。で、リンゴスターさんが、ね、それ気がつかなかったって、私が気になっていたのは動詞の第二音目にアクセントがつくこと、関西のアクセントじゃないなと思う。奈良うだ特有、奈良うだ特有でもないねんね、これ。中のあっちゃん特有やと思う。あっちゃんっていろんな、多分全国の、サーキット回ったりとかイベント回ったりしてるから、いろんなところの言葉があるから、感化されやすいからね、言葉が混じるんやと思うね。で、結構やっぱイントネーションはね、特徴あるって言われる、昔から。だから逆に聞いたら、すごい違和感あるのが、テレビのニュースで、柿、食べる柿あるやん、オイスターの柿、あれを柿っていうの、みんな柿、柿ってあっちゃん言ったら銃柿、ピストルとかのことを柿っていうやんか。だからあっちが柿やね、あの食べるやつは柿で、気になるのは柿だからその辺でイントネーションね、なんか違うなと思ったりするんだけど、とか、橋、お箸は橋で、ブリッジは橋で、端っこは橋っていうやんか。とか雲もそうやんか、雲が出たとか言って、雲出たって空にって感じやから、だからうちらでは雲って言うけど、雲って言ったら空の雲っていう人もいてるし、なんかそんなんでね、なんかイントネーションがね、アクセントを持っていくと、特にあっちゃんは違うかもわからへん。だから結構あっちゃんの言葉は変やってよう言われるなんでなんでしょうね、わからへん。その辺わからへんねわからへんねんけども、はっきり言ってね、あっちゃんは言葉に意識してない。だから意識してないからこそ変な喋り方になるんやと思う。これ意識したらもうちょっとね、違うと思う。もうちょっと関西弁に言うのかもわからへんねんけど、あえて意識せず何も考えずに普通に喋ってるから、こんな感じ。これが普段のあっちゃんです。と思います。はい。答えになってへんかわからんけど、そんな感じです。はい。はい、次、キャリー・ブラッドショーさん。あっちゃん、ちゃお、ちゃお。はい。あっちゃんがバイ、あ、ちゃお。違うところだ、私は暗闇さんの動画の大ファンなんですが、あなたも暗闇さんの動画は毎回見ていますか？もし見ていたら感想を聞かせてください。毎回は見てない。時々ね、おすすめのとこに出たりとか、
時々してんねんね。でその時に気がついたとか時間空いた時とか、だから暗闇さんの動画、暗闇さんには失礼やねんけども、あの暇な時に暇つぶしにたまに見たりするんで、最初はね、あの見てチェックして不具合ないかとか、これで嫌だなとか、あっちゃん的にダメだなっていうことだったら言ってください、すぐにあのやめたり編集し直したりしますって言ってくれとって、で1本目送ってきてもらった時に見た、暗闇さんが1本目っていうか一番最初3本ぐらい送ってきてくれて、でその3本見て、うん、あ面白いねと思った。うん、なかなか、うん、だからあっちゃんね、なんていうかな、面白おかしくディスられることって嫌いじゃないのよ。いじられるの嫌いじゃないのよ。うん。関西人っていじんのも好きやけど、いじられるのも嫌いじゃないのよ。関西人っていうか、あっちゃん、特にね、あっちゃんの周りの人もね。だから結構人のこといじったり、いじられたりして楽しむところがあんねんね。だから暗闇さんのいじり方は嫌いじゃない。だから、うん、面白いなと思って見て。で、その後はね、あんまり見てなかったんよ。で、時々見た。何見たかな？あれ見た、必殺仕事人のやつ、中村さんっていうやつ、あれ面白かったね。あとね、あと何やったっけな、あと何見たっけな、そんなに見てないのよ正直。うん、であのゲーセンのやつも見たな。うん、な感じ。あ、なかなか面白いわと思って、うん、なんかあんな感じにね、楽しくいじられるのは好き。ただやっぱりね、ちゃんとね、物事ってさ、手順踏んでやってくれたらいいけど、その許可を得ずにするのって、いくら面白い動画出しててもね、許可を得ずにすることは違法行為やから、あっちゃんは許されへんからね、潰すけども、ああやってね、許可得てちゃんとあっちゃんにやらせてくださいって言ったらいいよってあっちゃんのタイプやから、うん、だからキャリブラタショーさんもね、時々っていうかほとんどやけど、あっちゃんのことディスったコメントしてるけど嫌いじゃない。逆にね、楽しい時もある。うん、面白い。よう見てんなとか思う時もあるしね。だから、あっちゃん、そういうね、いじられるの嫌いじゃないのよ。うん。だから、うん、そんな感じ。なんとも思わへんというか、うん、楽しいなって。あっちゃん、逆に言ったら、そういういじられるコメントで楽しんでます。逆にね、真面目かよっていう人いてるやん。確かにアドバイス的なことあるんだけど、上から目線でね、人にバカにしたようなアドバイスの仕方する人嫌い。まあ、キャリーさんもね、どっちかって上から目線で一言言ってるけど、ところどころにね、笑いが入る。うん、それと同時に、ただ単に正論バカが真面目に真剣にね、アドバイスしたってんねんってディスってるやつ多いでしょ。ああいうの一番嫌い。だからそういうのがないやん、暗闇さんにしてもね。だから嫌いじゃない。うん、だからね、楽しく、ね、ああいうやることはいいことやってあっちゃん思うからね。うん、ということです。うん、はい。まあ楽しんでください、あチャンネルも暗闇さんも。はい、ね、暗闇さん動画も見て楽しんでくださいね、みんな。うん、で暗闇さんのとこ行ったらちゃんとあっちゃんのとこ戻ってきてくださいね。はい。で暗闇さんのとこで見てね、あっちゃんのファンになってくれたら楽しいです。うん、あっちゃんのファンというかね、あっちゃんの視聴者さんになってくれたら嬉しいです。でまたあっちゃんいじってくれたら楽しいです。はい。ということで次、ミルモちゃんのとこ行きましょう。あっちゃんちゃお、ちゃおです。あっちゃんがバイクに乗っていたなんてどうしても想像がつきません。証拠の写真とか見せる、証拠かあるかな。バイクってさ、あっちゃんそのみんなでこう山行って、みんなでわーって走って、みんなで写真撮ってってせえへん。どっちかって言ったら一人でビャーっと行って、ビャーって山一本走ってね、みんなはこう山くる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 走ってるけど、そこをプスーンって抜いていって去っていくっていう、ね、そういうのが好きで、あんまりこうね、なんていうの、こそれんじゃん、みんなの前で練習っぽくね、だらだら走るの嫌いで、どっちかって言ったら、もう感性に任せて走るから、何台かパスそこの山で速いって言われてるやつ聞いたら、そいつを抜きに行くんよね。でプッスンって抜いて、一応自己主張だけしとくね。いつも同じ革つなぎ、同じヘルメットでね、同じバイクで、であっちゃんの前、「淳」って書いてあるね、バイクに。ああ言うてもて、ね、書いてあるバイクでピアン走んね。うん。で一時期ね、あちょっと待ってね、電話かかってきた。はい、営業の電話かかってきたから、ちょっと聞いて断りました。はい。必要ないんでね、必要あるんやったらこっちから買うんで、まあごめん話が飛んでた。写真ね、何枚かあるか分からんけどね、ヘルメットかぶってるからね、あんまりあっちゃんって分からへんで、サーキット行ってたところの写真がね、
一枚ちょっとね額に入れてもらったんがあんのよ。まっちゃんがね、まあ、ミニバイクやねんけど走ってて、それを見に来てくれた人が写真撮ってくれて額に入れてくれたんね。それが一枚あるかな。あとはね、自分が走ってる写真だから、どっちかやったらつるんで走るんじゃなく、一人でビャーって山行ってビャーっと下っていって、でおらへんなる、うん、だから写真撮ってた人もおったか分からんけど、くれもらったことないしそんな状態やったんでね、分からへんな。あとヘルメット脱いでバイク横に並べてこんなことして写真なんか撮れ、昔なんかあっちゃん写真撮られたら魂まで撮られると思ったから嘘じゃあの写真撮られるの嫌いやってん、正直写真撮られるの嫌いやってんね。もちろん自撮りなんでせえへんちか、自撮りなんか撮る時代じゃなかったし、フィルムカメラやったしさまあそんなんでね、自分の写真ってあんまりないの正直、うん、まあ探してみて見つかったらまた出すかもわかんない、うん、なんかあるかな。多分ね、サーキット走ってた頃の写真、額に入れてくれてもらったやつね、あっちゃんの部屋に飾ってあんねん、うん、それをまたあれやった飾ってあったような気すんな。もう部屋行ってないからね、長らく自分の部屋ね、うん、だから自分、元自分の部屋ね、だからもしあったらまた何かの機会で出します、うん、くらいかな。バイクはね、でね、レース、車のレースの写真もね、やっぱりね、行ってたらなかなか自分の写真って撮らへんねんね。でメカもやっぱ忙しいから写真とか撮るまでもないし、だからないねんけども、なんかのイベントでね、 MG のレースで出た頃の写真があんねんけども、さあっちゃんや言うて分からへんでしょ、ヘルメットかぶって車透明に乗ってる写真なんて、だから正面もでけへんかまだないねんけどね、そんな感じやったりで、まあ探してみます、はいバイクの写真は自分の持ってたバイクの写真撮ったら、まあバイクまだあるから、ほこりたまってガレージ入れてやるから写真撮れんことはないけども、乗ってたんです、はい、まあはい、探します、ありがとうね、うん次、あやのちゃんの質問です。あっちゃん、ちゃお、ちゃおです。いつも動画配信ご苦労様です。ありがとうございます。質問なんですが、なぜご飯3合しか炊かないの？足りますか？私の家は親がお酒飲んでいるので、ご飯あまり食べないので全然足りますが。あっちゃんちね、3合で足りんのよ。2合で、今ね、あっちゃんのお茶はまあこれぐらいね。で、子供ちゃんのお茶はちょっと大きめやねんけども、それに普通によそって、多いめにね、よそって2合でぴったりやね、2合でなくなんねん。で、おかわりしたら、だいたい亮と光る2人がおかわりして3合でぴったりなくなる。あっちゃんはね、おかわりすることまずない、うん、だから3合炊いたらね、あっちゃんのお昼ご飯残んねん大体で、だから3合炊くんね。で、ぴったり食べられてもそれ以上お腹減ってご飯欲しいって言ったことがない。で、もしいいんやったらある程度その3合炊いて余った時のやつ冷凍してん、教えてもらってん友達にね、で冷凍してあんねんけども、冷凍してチンしてあげんねんけども、チンすることないからご飯がね、冷凍ご飯が増えてくんねん。で、増えすぎたかんから時々あっちゃん焼きおにぎりにしたりとかしておやつに食べたりもすんねんけども、そんな状態で今のところ3合で余ります。うん、逆に3合でタラン、3合炊いて空っぽになったけど3合炊いてたらまだ欲しいって言われたこと今のところまだないし、でお寿司になったら4合5合炊いてなくなった時も一回あった。ただ白ご飯でいくと3合で余るね。まあお寿司言ったらほら上に乗るネタだけやからあれがないやん、おかずが少ないやんか、だからかもわからんけど、おかずを多分ね、うちの子供ね、おかずいっぱい食べるんやと思うね。だから鶏肉とか焼いたら600 300ちょいで600ぐらいあんねんね、2枚で足らんっていう時あるもん、おかずが。でご飯はまた残ってんねん、うん、だからバランス悪い食べ方、ご飯よりおかずを食べるタイプ、うん、だから3合で今のところ足りてんのかな、うん、で保温とかせえへんね、あっちゃんね、いつももう炊き終わったら保温止めて、でラップに、おにぎりにしてラップにして、置いとくねんね。で冷凍させたらまた解凍めんどくさいから1日目は、次の日食べるあっちゃんの分置いといて、であっちゃん次の日食べへん分は、おにぎりにして冷凍したりとかそんなことしてるからね。だから出ないともったいないからね、捨てたら、うん、だからね、あんまりおにぎりばっかり残ってきて冷凍したらおにぎりストッカーになってしまったら、ほらなかなか食べへんようになったらもったいない、結局捨てやんない、匂いついて冷凍も。だから今のところ3合で足りてます、うん、な感じで。で足らんくなった時の予備用にね、冷凍してあるから、もしそれが毎日行くようになったらまた3合から3合半にしたりとか消化も取るんだけど、今のところ足りてます、はい、
上田明子さんの質問です。あっちゃん、営みの質問、アドバイスありがとうございます。いろいろ旦那さんと話して、抱きついたり寝たりしてるけど、去年私が子宮筋腫4つ取り、そっから旦那さん自体が、俺のためにオペしたと言ってる旦那さんなので、はい、気を使わないところもある旦那さんなんで、退院して、何日後に大阪城を登り、未だにお腹に傷があるから、擦れたりすると響くし、子供2人とも欲しいから、年齢的に旦那さんが40なので私が34だから埋めるタイミングもあるのかなと思い、なかなかごめん、いやいやいや、でもやっぱりね、あの子宮筋腫取ってね、俺のためにオペしたら ちょっと、ごめんなさい、あの旦那さんのこと言って悪いけども身勝手すぎるかな、なんていうの、本能の赴くままに来てはんのかな、もうちょっとやっぱりね、できたら奥さんのことを考えてあげてほしいな、明子さんのことね、もうちょっと考えていたわってあげてほしいな。やっぱりね、手術して退院後に大阪城の、大阪城とはつらいよね、こう階段特にきついし、あっちゃんね、大人になってから行ったことない、もう記憶、あの裸じゃないね、子供の頃の記憶しかないねんけど、確かね、でも他のお城はたまに行くけども、お城ってやっぱりその昔の建物やから階段がきつかったりとかハードやもんね、やっぱりね、退院してすぐはきついと思う。でも確かにね、子供ちゃん欲しいのもわかるよ、まあ、年齢もね47とかなってきたらと思うけど、子供ちゃんが全てでもないし、やっぱり子供ちゃんね、子供ちゃんがね、もしできたとしてもね、なんていうのかな、それでね、あきこさんの体がね、傷んじゃったら何やったのかわからへん。昔ね、あっちゃんのおばあちゃん、お父ちゃん側のおばあちゃんが一番下の子供を産んだ、一番下か、ちゃわ、お父ちゃんの下かを産んで、ちょっと戦争、ね、第二次世界大戦中やったらしいんだけど、産んで産後の日立ちも経ってへん間に大阪から、ね、疎開してきたんね、こっち奈良へお引っ越し。あの頃ってやっぱりその引っ越し業者もないから、桜井駅、あっちゃんが車で15分とか20分かかっていくところ、そこらまで行って、そこから第8車みたいなのに荷物を乗せ、大阪で住んでてね、第8車で駅まで行って荷物乗せて、でそれを何回も何回もね、1回で行かへんから、で荷物をこっち運んで引っ越ししたらしいね、子供赤ちゃん背負ってね、おぶりながらってやってたらしいね。それで体結局壊して寝たきりやったんね、まだあっちゃんがね、もう生まれた頃も寝たきりやったんよ。で亡くなった、母ちゃん幼稚園の頃におばあちゃん亡くなってんけども、その時ってね、まだ50後半か60ぐらいやったんかな、なんかそれぐらいやった。でおじいちゃんは二回りぐらい上やったんかな、じゃあ一回り半上やったんかな、かなり上の人やねんけども、でおじいちゃんもなんかね、ちょっと体が弱かったかなんかしらんけど、あんまりそういう体力的なが弱かった、おばあちゃんと二人でまあお引っ越したらしいねんけども、でおじいちゃんはね、あっちゃん生まれる前に亡くなってんねんけども、そんなこんなでね、やっぱおばあちゃん体壊しちゃってってなるから、やっぱ子供をね、やっぱその出産ってすごいやっぱ女性の体も負担かかるからね、まあタイミングとかもあるやろうけども、まああまり無理せずね、逆に子供いてないからこそできる夫婦の楽しみもあるし、もしね子供ちゃんがねできへんかったら、ペット飼うとかね、なんかその趣味の方をね、2人でできる趣味をして、ね、で子供ちゃんを作ることだけ一生懸命になるんじゃなく、ね、生まれたら、生まれた時子供ちゃんもその言うたら、神様からの贈り物やっていう感覚で生活してて、考え方変えたらふって生まれるかもわからへん、っていうのも聞いたことあるのよ。あっちゃんのお友達の知り合いさん、あっちゃんの直接知り合いじゃないんだけど、子供欲しい子供欲しい言って10年間不妊治療やって、すごいお金かかってやってんけども、もう年齢的にも無理やろっていう話だって諦めたらしいねんね。で諦めてもうやめようと、
で子供のためじゃなくもう2人で生きようって、子供なかったいなくてもいいやんっていう話になって気楽に生きてたらしいね。で2人好きなこと、スポーツカー、2人乗りのスポーツカー買ったらしい。で子供をねもしいたら、成人するまでにやっぱり何千万とかかかる、それやったらそんだけ分自分らで楽しもうよって旅行行ったりだから、1週間の船旅行ったりとか海外旅行行ったりとかして気楽に遊んでたらしいね。でスポーツカー買って2人やし2人乗りでいいやんってスポーツカー買ったらしいね。某ドイツの P っていうメーカーのねスポーツカーを買ったらしいね。2人乗りオープンカーねそれ買って、まあ、夫婦で楽しんでたらしいね。ほんで何も考えやんとそうやって楽しんでたら3年目か4年目かいたのかな、子供ちゃん生まれたらしいねだから不妊治療一生懸命してたのに全然あかんかったのに、それがすんなり子供ができたらしいね。そういうこともあるから、だから一生懸命子供を作ろうだから変な話ね、一生懸命これをしようと思ってもできへんで、もう何気なくや子供じゃなくね、お仕事にしても、趣味にしても自分がなんかやりたいことにしても一生懸命それをやろうと思ったらね、なかなかできへんねんけども、何気なくしてたら自然とできるっていうのもあったりする。子供って授かりもんやって思うよね。だから一生懸命子供が欲しいって言っててもできへんし、子供なんていらんねん言うてもねポコポコ生まれる人もいてるやんか言い方悪いけどね、だから、望まれずに生まれる子供いてんねやったらこうやってね望まれてんねんけどなかなか生まれてけへんねやったら、自分たちがね楽しんでたら、あ楽しい親のもとに生まれたいなって言って神さんがてか赤ちゃんがね来てくれるかもわからへんし、もうねあんまりにもそここだわりすぎない方がね、人生って短いやんか言ってもね本当ね短い人生そうやって何かにこうね囚われて生きるより楽しくね有意義な人生を送れるんじゃないのかなと思います。ね、変な話ね、ごめんねこんなこと言ったらいいけども、あっちゃんがやんけども、やっぱり子供光が幼稚園で亮が小学校3年生の時にみきちゃん亡くなって、その3年前に大きな病気がねできて見つかって、あれやんか、なんだ3年ちょい前やから、手術して入院したり入院退院の繰り返し、もう病状じゃわ療養の生活してたやんか。だから亮が幼稚園の年長、光が3歳かの頃に病気発覚してるから、その頃からねやっぱり子供をね見てあげられへん時間がね母親としてできたりで、母親がいてないね生活を送ったり、なっちゃんのお友達で、なっちゃんの近所の子やねんけども、2人ねお父さんが小学校の時に亡くなってんねんね。だからそうやってお父さんがねいてないっていう生活をね強いられて苦しむのも子供ちゃんやし、だから何があるか分からへんから、自分の体をまずいたわらんと、ね、無理して子供を生まれてね、命がなくなっちゃったらね子供にもかわいそうやし、だから、ね、楽しく生きて楽しくね子育てができる環境がいいと思います。特にね旦那さん47やったらね、今もし子供生まれてもさ20歳までいったらもう67になっちゃうやんか。だからそれも考えたら子供のことにこだわるより2人で楽しく生活するって考えた方がいいかもわかんない。そうやったらもしかしたら生まれるかもわかんない。誰やったっけ、芸能人もそうやんか、50何本の旦那さんが今子供生まれたとか聞くし、だからそういう幸せもあると思う。だから一概に何が幸せか分からへんから子供にこだわりすぎるのもどうかと思う。だから2人で楽しく生きていくっていうのもありじゃないのかなってあっちゃん思います、だからね人の人生やからね、それ以上あっちゃんは足も突っ込まれへんし首も突っ込まれへんと思うねんけども、あっちゃんからのアドバイスとしたらね、短い人生やっぱり自分が楽しめへんかったらダメやと思うね。いろんなね確かに何かにこだわんないけど、とらわれすぎてね子供にとらわれすぎるのもどうかと思うから、お互いに夫婦話し合って、ね、お互いをねこういたわれるように幸せに暮らしてほしいなって思います。はい。
ということでね、ちょっと時間オーバーしちゃいましたけども、今日の質問この辺、第13回目この辺で終わりにしたいと思います。では次回、夏チョコさんのところから行きたいと思います。ではまたね、バイバイ。